この車両なんですが、お分かりいただけますでしょうか。アクセルペダルとブレーキペダル、それは一緒なんですね。つまりブレーキペダルを踏みながらヒーランドをしようとすると足が届かないんですね。これは見上がってするとこの足の横のところで無理やりアクセルを合わないとヒーランドができない。で、調整機構は一応あることはあるんですけどね、この調整機構でペダル位置を変えるとペダルのストローク量が減ってしまうんです。そうなるとフルスロットルにならなくなってしまいます。今回の調整は結構な距離を稼がなければならないので、スロットル街道をなるべく確保できるようペダル自体をひん曲げるという力技に打って出たいと思います。ちなみにこの動画上げ直し動画なんですが、前のバージョンの動画で見た方から突っ込まれて思い出したことがあったので再度アップしています。そう、本来はブレーキペダルで位置を手前にすれば解決するんです。なのに私はアクセルガードの調整に固執しているのですが、その理由は以前ここのカバーを外すことができず、じゃあ曲げちゃえば楽じゃんと思いついたのが2年前。カバーが外せず曲げることを思いついた直後にミッション壊れて2年間この車は入院してました。その間頭の中に残っていたのはアクセルペダルを曲げることだけで、ブレーキ側のことは2年の間にすっかり私の頭の中から消えてなくなっていました。というわけでやたらとりあえずアクセルペダルと格闘するだけの変な動画になっていますが、そこはご了承ください。ピンを抜きまして、あ、緩いな。通りますね。よいしょ、もう力技でございます。こっちの方か、こうだな。よいしょ、ちょっとこれ少しマシになったんじゃないかな。よいしょ、あ、焼け石の水だ。あ、でも前よりはいいか。差はだいぶ良くなりましたね。ただここがストローク量が減っちゃいましたね。これだって調整でこっちちょっと引っ張り出せばいい感じですか。微調整をするんですけど、フルスロットルの時にまあアクセルをこう奥に調整したんで、フルスロットルにまあ踏み込みした時にちゃんとフルスロットルにならない状態になってる可能性が非常に高いんですが、まあ飛ばす車じゃないんでね、フルスロットルにならなかったところでどうということはないんですが、おっと、それでもね、やっぱその辺
ちゃんと許容範囲の中に収まるように妥協点を見つけてそこで調整していきたいと思います。こういうものを使ってよし、フルスロットルの状態です。スロットルは開いてるでしょうか。よいしょ、ギュッとね。見えない、見えません。どういう形になってるか。あー、ちょっと足りないですね。まあ十分といえば十分ですけどね。見えるか映ってるか分かんないけど、うん、でもまあちょっとこれじゃ問題なので調整します。ある程度踏んで辛い位置になるか。それぐらいサーバーの引くともっといきますからね。しかもフルブレーキだったらもっと奥までいっちゃうわけで、まあ、そこまではないかな。これぐらいでちょっと見てみましょうか。次にこいつをやりましょうか。ここが当たるところからちょっと戻して、この辺りかな。ああ、もうちょっと遊んでほしいかもな。遊びはいいのか、これで。よいしょ、ほぼフルスロットになってますね、うん、よし、OK。エンジンをかけてみなきゃですね。うん、変に突っ張ってる感じもないし大丈夫です。これで完成ということにしておきます。結論としてあまり意味ありませんでした。それなりの高度がある部材なので器用な曲げ方ができません。根元から曲げれば調整機構使用値と同じようにストローク量が犠牲になってしまうので効果としてはほんのわずかでした。やはりカバーを外しブレーキポジションを含めてちゃんと調整するべきでした。ですが現在この車は大手術が必要であることが発覚してしまいまして、現在板金屋さんに行ったままなんです。いつなってくるか再びわからない状態ですが、まあその時についでにここのカバーの部分もしっかり直してペダル位置も一緒にちゃんと直そうと思います。それではまた。